ルドラルドラは、インド神話に登場する、暴風神である。その名は、泣く、吠えるを意味する、ゴコンラットに由来し、方向を上げるもの、叫ぶものを意味する。リグベーダでは3編の独立参加、一部が、ソ馬マに裂かれている参加1編、また、ソ馬マと共有する参加1編がある。小惑星ルドラは、ルドラにちなんで命名された。ルドラの姿は、 石葛色の肉体に黄金の送信群をつけ、弓矢を持つという。また、バジラを持つものと言われることもある。風水害をもたらす半面獣をもたらし、大地に包状を呼び込むモンスーンの神格化と考えられている。人々がその怒りを恐れる、強力で荒ぶる神であるが、聡明さと優しさを兼ね備え、人々の健康、安寧を保障する存在でもあり、医薬を司る。 ともされた。メウシプリシュミーとの間に、マルト人軍と呼ばれる息子たちがいて、彼らも暴風雨の神である。リグベーダの中では、アスラとも呼ばれ、アスラ親族が悪魔とされる、時代以前の名残を留めている。リグベーダでは、ルドラに対する形容詞、シバは一度だけ見られるものの、コウパニシャットでは、ルドラは形容詞のシバを添えられるようになる。このように、 時代が下るにつれて、ルドラは芝神とたびたび関連付けられた。プラーナ文献の一書、芝プラーナでは、芝が語る言葉の中に私の化身であるルドラという表現すら現れた。そして、ヒンドゥー教では完全に芝と同一視された。つまり、ルドラは芝の前身である。ルドラは弓の一手と呼ばれ、矢はルドラに 不可欠なアトリビュートである。この呼び名は、シバ・サハスラナーマの中にも現れ、RK シャルマは、後世の言語では、シバの名前の一つとして、しばしば用いられていると指摘している。後期ベーダ文献には、ルドラが、悪魔の城塞三つを一種のみで破壊する説話が、残っている。この説話も、ヒンドゥー教神話の時代になると、シバのものとなる。ルドラは、ゾロアスター教では、 大英和とされた。大英和のサルワはルドラの別名サルバに対応している。以下は翻訳元の英語版記事での参考文献であるが翻訳にあたり直接参照していない。ありがとうございます。